はい、こんばんは、シンガでございます。緊急でね、動画を撮っております。行ってみたかった、これ。ローランドさんからね、本日、2024年の9月12日、アイラコンパクトからですね、T6 クリエイティブサンプラーが発表されましたね。9月27日発売で、お値段は Amazon 価格で、3万800円。3万超えてしまいましたね。ちょっとね、僕もね、詳しく、見るのは、これ、今がね、初なんですけども、写真だけね、Twitter、X でね、見たんですが、見ね、良さげなんですよね。パッと見のね、このインターフェースがね、まあ細かいこと見ないで分かるところは、音いじりしやすそうですよね。この黄色い3つのつまみとね、ピッチスタートエンドレベル、ここら辺はねめちゃくちゃいじるところなんでね、いいと思います。つまみがあってね、でこのね黄色いつまみの下にねルーパーとかね、ピッチディレイスキャッターフィルターとかね MFX とか書いてあるんで、エフェクト系充実してそうですね。で 1,2,3,4,5,6、 まあ P6 っていうぐらいなんで6トラックなんでしょうね。で、バンクだとかここら辺にもあるんで、6バンクの6音色なのかな、6636音色、まあそこら辺はね、ちょっと細かい数値見ていこうかなと思うんですけども、いいなと思うのはやっぱりここね16ステップボタンがあるっていうところですね。なんで使いやすいシーケンサーがね、ついてると思うんで、サンプリングして、すぐねシーケンス上でね、曲を作っていけるっていう感じですね。あ、文字書いてあったな。ポケットサイズのガジェットに凝縮、強力なシーケンサーを搭載、で直感的なコントロール、汎用性の高い MFX を備えた P6、 場所を選ばず優れたサンプリングとパフォーマンスを実現しますと。ただね、パッと見た感じマイクロ SD とか差し込むところがないので、メモリー関係どうなんですかね、内蔵かな、簡単サンプリング、USB で接続したスマートフォンからいつでも簡単にサンプリングできます。サンプリングした素材を素早く簡単にチョップしてキーボードからトリガー可能。ちょっと待ってマイクついてんだ、内蔵マイクいやアナログ入力、結構高機能ですね意外とね、このアイラコンパクトね、ポケット、冬のコートのポケットにはね、入っちゃうサイズなんでね、持ち歩いてサンプリングとかもね、しないですけど、僕。やる人はいいんじゃないですかね。ステップ、サンプリング機能を使用すれば、一つのサンプルパートに複数のサンプルをサンプリングすることも可能だ。あ、なるほどね、そういうこともできるんですね。ローランドならではのローファイエフェクト。ローランドならではのローファイエフェクトってなんだろうSP20 にはね、確かにローファイでしたけどね、リサンプリングを重ねて深みのある複雑なレイヤーサウンドを制作したりすることも簡単です。で、デモ演奏。ちょっとこれ、なんかねサンプリングこれね皆さん自分でね、聞いてみてくださいね。どうなんだろうな、サンプルのデイチューン、グリーン、サイズの調整、ヘッドポジション、ヘッドスピード、スプレッドなど自由に音作りが可能。まあ
結構ね、ローランドさん特有の、裏メニューですね。裏メニューがありそうな気がしますが、シーケンサーはどうでしょうね。モーションレコーディング、なるほど。プロバビリティ、マイクロタイミング、オフグリッド、シーケンシング、サブステップ、お、サブステップついてるんだ、いいですね。64ステップなんで、ちょっと短めですね。16ステップの4小節って感じでしょうか。でも、いいんじゃないですかね。ステップループついてるんでね、結構遊べそうです。で、エフェクトは、ルーパー、ストッパー、ローファイ、スキャッター、フェーザー、レゾネーター、まあ、ディレイ、リバーブ。なるほど。これ1台でね、結構いいところまでいけそうですね。で、Mac および PC 用のサンプリングツールソフトウェア、まあ、パソコンでね、細かい編集ができる、サンプルファイルの転送をより分かりやすく簡単に行うことができると。容量気になるなぁ。書いてあるか？まあまあ1回の充電で最大3時間使用できますよっていうところで、あら、細かい仕様とかは書いてないで、あ、こっちか、スペック。はい、皆さん気になるステップね、もう見てる人ばっかりだと思うんですけどね、僕初見なんで、初見なんで、最大64ステップの48サンプル。ちょっと少ないか？まあでも、少ない気がする。個人的には少ない。で、自発音数はまあまあいいか。サンプル時間。これサンプルあたりの最大時間って1サンプルあたりかな。 44.1 でモノラルで 5.9 秒。だからか、デモソング皆さん聞きました？ちょっとね、ちょっとローファイなんですよね。これはちょっと短いんじゃねえのっていう。ここはね、やっぱりマイクロ SD ぶっ込めるようにして、時間無制限が良かったっすね。だってモノで 44.1 で 5.9 秒でしょ？ 6 秒なんで、ステレオだと3秒。1、2、3。ここら辺が落とし穴って感じですかね。ワブファイルに対応して、エフェクト多いですね。20種類。センドエフェクト、ディレイ、リバーブ。ああ、もう十分ですね。はい、そんな感じですかね。はい、見ていきました。なかなかね、初めてのサンプラーとか、ね、昔ね、ローランドさんから MS-1 とかあってね、当時はね、それでもね、僕にとっては高級品でね、やっとね、サンプリングしてね、909のね、キックの音とかね、取り込んでね、曲にね、取り入れることができたとかね、そういう思い出ありますけども、初心者さんにはね、結構いいんじゃないでしょうか。でも3万これに出すんだったら、今ね手元に置いてあるんですけども、もうね SP404 が視野に入ってくるかなと。値段はね全然高いですけど、こっちの方が。でもこの3万出すんだったら SP404行っちゃってもいいんじゃないかなっていう気もね、しますが、
これをねポッケに入れて歩くわけにいかないんで、やっぱり使う状況等が、合致する人はって感じですね。僕なんか最近その、インターネット上でね、活動してるんで別に小さい必要がないっていうか、なんでねアイラコンパクトシリーズ全然もう使わないんですけど、やっぱりねちまちこんなこと悪い言い方しちゃったね今。つまみとかがちっちゃいとこう動画にね動画映えしないっていうか、やっぱりこういうのでこうやっていじってた方が動画的にいいですよねなんかね動画のこと考えちゃう僕最近なんで、ちょっとねあのちっちゃいボルカもなかなか僕あんまり出さないじゃないですか。結構いっぱい持ってますけど、でもねこれちょちょちょこう手しか映んない手しかなんでそういう風になってきちゃうんでね、なかなかねこのミニミニサイズはね動画映えしないっていうところと、個人的にね指がねもちもちしてるんで結構使いづらいっていうところで使わなくなっちゃってるんですよね。まあね結論僕は、ローランドさんすいません、買いませんおそらく。ただ、一つね、いいなと思うのはこのサイズでしょ、X にも書いたんですけど、マシンライブのねポン出し効果音だとか、いろいろ声ネタとか入れといて、それをね、パッド叩いてポン出しするのにめちゃくちゃいいなと思って、それはね、そういう使い方はありかなって思います。結構ねマシンライブでいろんな機材持ってねこの SP404 とかカバンに入れた時点で一気に重くなったりするんで、このねアイラコンパクトでねライブでめちゃくちゃ使えるんじゃないかなっていう気はしますね。幸運にもねこのパッドの大きさはねそこそこの大きさがあるんで、多分ねこの SP と同じぐらいのね、大きさがありそうな、一回りちっちゃいかなありそうなんで、なんでねマシンライブとか考えてる方なんかには非常にいいんじゃないでしょうか。まあ、ネック、いいところいっぱいあるんですけど、シーケンサーとかエフェクトとかね、余計なお金かかんなくていいんで、素晴らしいんですが、個人的にはね、サンプリングタイムが、異常、ちょっと短いかなっていうところかな。SD 差し込めたら神だったな、ちょっと買っちゃったかもしんないなっていうところはありますね。あとねローランドさんもここに来てね、明日か13日、予定だとねマイクロコルグ2がね発売されますよね。そこら辺皆さんどうお考えでしょうか。僕はね異常に迷ってるんですけど、実はね MC707 2代目が欲しいんですよ。やっぱりね1台を酷使してるとねちょっとねところどころ不具合が生じてきたりとか、もっとね作り込みたいっていうところもあって、やっぱりその夢はね MC707 で DJ するっていう2つ並べてね、真ん中に DJ ミキサーを置いて MC707 同士でね曲をつなげてくみたいなのやってみたいなっていうね願望もありますしね。なんでちょっとね今 MC707 貯金中なんですよね。なんでもう土酔っ払ってとか酔っ払ってポチるかなんかじゃないと、ちょっと今すぐにはマイクロコルグ2も手は出さないかもしれないなっていうところですかね。はい、
こんな感じでした。でもね、あのこういった新製品が出るっていうのは非常に喜ばしいことなんでね、T8 とかね S1 とか使ってる方にとってはね、もう結構欲しいんじゃないでしょうかね。これサンプラー来ればね、もう怖いもんなしだと思うんで、ガンガン活用できると思いますね。そういった動画がねいっぱい YouTube にも上がることを、楽しみにしてます。ではまた。